そろそろ一般公開される伝説の蒸留所の一つに数えられるローズバンク蒸留所より、陛下前のウイスキーをボトリングしたシリーズレガシーシリーズの最終章である32年熟成のウイスキーが発表されました。ローズバンク蒸留所は30年前の1993年に閉鎖された通称ローランドの王と呼ばれる蒸留所です。2017年にイアン・マクロードディスティラーズが買収し、約8000万ポンド、104億円を投資し、4年間にわたる修復プロジェクトを経て営業を再開しています。そんなローズバンクはレガシーシリーズとして30年、31年熟成のウイスキーをリリースしてきましたが、その最終章として32年熟成のウイスキーをリリースします。このローズバンク32年はリッチでフルーティー、そしてフローラルなハウススタイルを表現していて、これは3回蒸留することによって生まれています。公式のテイスティングノートによると、エレガントでバランスの取れた濃厚さ、甘いパイナップルの香り、キャンディージンジャー、レモン、マジパン、ペッパー、カフェラテ、バタースコッチ、トロピカルフルーツ、レモン、蜂蜜をかけたポタージュ、トーストしたクルミを加えて柔らかく長く仕上げている。ローズバンク32年はアルコール度数 47.6%、 希望小売価格は2100ポンド41万円で、5月13日より公式サイトから購入が可能です。